たっす。遅い。ごめんごめん、ちょっとイルカ先生とラーメン食っててさ。ちょ、ほらこの先でヤマト隊長が待ってる、さっさと行くわよ。へえ。ナルト、サクラ。ん？どうした？あれ、呼び方が。あ、いや、この前本で読んだんだ。他人とすぐに打ち解ける方法とか。それで本人は名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって書いてて。だからそのこれからは二人のことを呼び捨てで呼んでもいいかな。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに、気軽に呼んでくれていいのよ。そうそう、俺たちに遠慮なんて必要ねえってばよ。ありがとう。よし、さくらちゃん、さい、さっさとヤマト隊長に話を聞きに行こうぜ。よう。あれ、カカシ先生じゃねえか。体はもういいんですか。ま、お前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな、バッチン。それで、君が新しいメンバーのサイだっけ。よろしくね。はい。カカシ先生、俺先生に会ったら言いたいことあって。うん、どうしたのよ、急に真剣な顔して。あのさ、俺たち前の任務で天地教に。その話か。だったらヤマトから全部聞いてるよ。もちろんサスケのこともな。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ、お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では俺を超えるかもしれない。カカシ先生を超えるって一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術。そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけど、やるか。へっ、今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ。少しでも可能性があるってんなら俺はやってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に付き合わなきゃいけなくてね。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。分かってます。さすがだね、察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの。二人だけって結構きついんじゃね。私たちは修行の手伝いできないからね。せめてこれくらいはさせてもらうわ。その代わり必ず修行は成功させんのよ。いいわね。お、おっす。それじゃ僕たちは演習場に向かおうか。カカシ先輩が待ってるしね。おし、やってやるってばよ。
来たな。さっさと始めようぜ、かかし先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば何？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけど。細かい説明するよりまずはやってみるか。まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通してお前の性質を見てやる。了解。戦闘開始。なるほどね。で、俺っては何の性質を？お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。俺ってばすげえ。いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、やってやるってばよ。さて、ナルトの性質が風なのであれば、あいつにも協力してもらうか。なあおい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。おい、聞いてんのか、カクザ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾ね。じゃあそいつが新たな邪神様の逃げってわけだ。せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜ。
やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか帰り討ちに会うぞ。おいおい、それを俺に言うかよ。ああ、楽しみだった。第三章、不死の暁。くそ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか。別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ誰なんすか。お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか。ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。おう、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの。アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね、いろいろためになると思って呼んどいたんだよ。え、アスマ先生も風の性質持ってんの。おいおい、そりゃこっちのセリフだよ。まさかお前が俺と同じだと。うん、そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあんだけど。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろ。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし、や
やってみるってばよ。曲がりなりにも分かってきてるじゃないか。それでいい。今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく。そっかそっか、なんとなくコツが分かったってばよ。アンガトな、アスマ先生。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度、礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ、期待しないで待ってるよ。くれないか。どうしたの？何か考え事？いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、あのナルトがね。ナルトだけじゃない。シカマロたちも、そしてキバたちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな、まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく。それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ。そうかもな。こんなとこにいたんすね。鹿丸か、どうした？五代目から招集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。招集？何があった？いや、俺も詳しい話は聞いてなくて。分かった、すぐに行く。じゃあ。アスマ。なに、そこまで心配することじゃないさ。
ちに。お待たせしました。うん。一体どうなさったんです？火の国に暁が出現した。どうやら人中力を捜索しながら徐々に木の葉へと近づいているようだ。ってことは、やつ…ああ、十中八九ナルトだろう。それで我々は…遭遇予測地点はすでに鹿丸に教えてある。お前たちは現場に向かい、そこで奴らを奇襲、その後拘束を試みろ。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。とにかく暁を逃すな。必ず見つけ出せ。了解。アスマ隊長、よろしくお願いします。ああ。よし、これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。鹿丸、案内を頼む。了解っす。くれない。どうした？任務に出発するの？ああ。なんだ、もしかして心配してるのか？俺を誰だと思っている？そう簡単にヘバなんてしないさ。それは分かってるけど。すぐに帰ってくる。え、じゃあな。さ、行くぞ。あら、アズマ先生たちに鹿丸？よう、珍しいじゃねえか、お前ら二人が一緒にいるってのは。ちょっといろいろあってね。アスマ先生たちはこれから任務ですか？ああ。お前たちは？これからナルトに会いに行くとこ。なるほどな。じゃあついでに修行頑張れって伝えといてくれ。はい。そんじゃな。皆さんも頑張ってくださいね。おう、ありがとうよ。さて、それじゃあ私たちも行きましょうか。うん。やってるやってる。お、さくらちゃんとサイじゃねえか。どうしたんだってばよ。ああ、もしかして俺の応援に来てくれたのか？違うわよ。カカシ先生とヤマト隊長に任務の終了報告に来たの。うまくやってるみたいじゃないか、二人とも。まあなんとか、サイが頑張ってくれてます。いや、そんなことないよ。で、あんたの方はどうなのよ。ちゃんと修行は進んでる？性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張って。で、そうそう、さっきアスマ先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、アスマ先生には世話になったからな。その言葉嬉しいってばよ。アスマは任務か何かが？はい、任務を受けてるようで、これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといい、ナルト。だな。腹減っちまった。ちょうどいい、少し休憩を取るか。ナルト、サクラたちとラーメンでも食べてこい。
払いは、ま、俺でつけといていいから。お、ってことはおごりだな、ラッキー。それじゃ、カカシ先生、ヤマト隊長、私たちはこれで。引き続き任務を頼むよ、二人とも。はい。先生、どうしたんです？こんなところ。ああ、なんでもないのよ。ちょっとね。なんか顔色が優れないみたいですけど。紅先生？うん、大丈夫よ。大丈夫。そうよね、アスマ。ん？ああ、書くぞよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ、全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい、お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あっちょちょちょ、なんだなんだいきなり。な、諸君撃とは情けないな、日だ。おい、カキザ、避ける暇があるなら俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。な、なんだ、どういう、なぜあれを受けて平気なんだ。お前らか、さっきやったの。めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その額当て、お前たちは木の葉の忍びか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ？おいおい、聞いたかよ、カケス。俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかは、やってみるまでわからないんじゃないか。カケス、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろ。あまり相手を舐めすぎるな。潰されるぞ。だから、それを俺に言うかよ。ナスマ。うん。鹿丸は俺のフォローだ。出雲と小鉄はもう一人から目を離すな。はい。死よりも苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ。俺たちを舐めるなよ。やってやるぞ。
行けるぞ。心配するな、かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえか、オタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった、なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ、出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。おうおう、まだやる気か。けどな、こっちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みやてめえの痛み、生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言ってる。あいつの痛みはアスマのって。まさか。さあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。やめろ。なんで。どうだ、最高だろうが、死の痛みってのはよ。いっちょ上がりだぜ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ、ちょっと遊んじまった。の野郎、この野郎が。あ、なんだ、お前も潰されてえのか。いいぜ、邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。上司、いいの。なんだ、増援か。ったく、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。調子、俺とお前で時間稼ぎだ。うん、時間稼ぎね。もう無駄だと思うけど、あいつてめえ。いい目してんじゃねえかよ。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン、ここからは俺もやる。あ、なんだよ、お前も戦いたくてうずうずしてきたか。違う、お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。
さっさと終わらせて陣中力を狩りに行くぞ。へいへい。じゃまサグッとやっちゃいますかね。来るぞ。ったく無駄にあがくなって。こいつ何なの。あいつら僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限、お前たちとは違う。なんだと。もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようとお前らは神に捧げられる見栄だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ本当。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ヒドンやめろ。なんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る。覚悟はしておけ。行くぞヒドン。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくよ。ヒド女子、それよりもアスマだ。うん。傷が急所に。これじゃ。イノ、どうだ。これじゃ、イノ、もう、いい。もう俺は、ここまでだ。それぐらいは、お前たちも、分かってるはずだ。アスマ、最後に、お前たちに言っておきたいことがある。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。長子、それにイノも。石かまる。アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いが、面倒見のいい子だ。長次も鹿丸も不器用だからな。こいつらのこと頼む。はい。それからはさくらには負けんなよ。忍術も恋もな。はい。長次、お前は仲間思いの優しい男だ。
だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。うん。それと少しダイエットしないとな。無理かもしれないけど頑張ってみる。そしてシカマル、お前は頭も切れるし忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ面倒くさがり屋のお前は嫌がるだろうが。そういや玉のあの話、あれが誰だか教えてやろう。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。まだ教えてもらいたいことがあったってのに。最後まで勝手なんだよ。最後まで。とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少しだってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにするとは。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら言ってくれ。了解。
それじゃ始めますか。よし、今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。わっ、どう、カカシ先生。正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。ああ、完成はもうすぐってところだろう。おっしゃー！まったく大したやつだよ。カカシさん。出雲？連絡があります。どうした？猿飛アスマさんが亡くなりました。アスマ先生が？詳細は五代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんで？どうしてアスマ先生が？カカシ先輩。ああ。とにかく、五代目の元に急ごう。ナルトか。あのさ、悪い、俺ちょっと用事があってな。話はまた今度だ。用事？カカシ先輩。ああ、
ああ、ようやく解放かよ。たく、ニビの封印とか後からでもいいだろうに。おかげで邪神様の匂いを逃がしちまったじゃねえか。なあ、カグゼ。なんとかいいよ。付き合いきれん。さっさと木の葉に向かうぞ。おいおい。大体そんなに匂いが欲しいのであれば、木の葉で好きなだけ狩れば済むこと。おお、そういやそうだな。あの無神論者どもに邪神教を知らしめてやるぜ。熱心なことだ。準備できた？行くよ、捕まる。ああ、待て。どこへ行く気だ？まだ任務命令は継続中っすよね。俺らは新しく隊を編成して、これから暁の討伐に向かうとこっすよ。身勝手な行動は許さん。アスマは死んだ。今のお前らは三人きりだ。正体はフォーマンセルが基本。隊長のいないお前らに。アスマは俺たちと共にいる。弔い合戦でもする気か。お前らしくもない犬死にしたいのか。俺たちだってバカじゃないっすよ。死にに行くつもりなんて毛頭ないっす。ただただなんだ。このまま逃げて筋を通さねえまま生きていくような、そういうめんどくせえ生き方もしたくねえんすよ。成長しろ。忍びには死がついて回る。時には受け入れがたい死もある。しかしそれを乗り越えねば先はない。現実を見ろ。お前らは三人だ。正体は四人いればいいんですよね。カカシ。第10班には俺が隊長として同行します。それでどうですかね。お前止めたところでこいつは行っちゃいますよ。だったら俺がついていけば監視役にもなりますし。しかし。なに、無茶はさせませんから。わかった、好きにしろ。どうナルトの方はいいんすか。なに、俺はもうあいつにとっちゃ用済みだ。ま、それに今は別の隊長もついてるしな。さて、それじゃ第10班出発しますか。感謝するぜ、カカシ先生。
俺の計算じゃこの先で奴らと遭遇する可能性が高い。いよいよね。これからの作戦を説明する。みんなしっかり覚えておいてくれ。わかった。なるほどな、了解した。激しい戦いになる。みんな気を抜くなよ。よし、それじゃあ対面と行くか。そろそろ木の葉じゃねえの。ああ、近いな。暴れて暴れて暴れまくって、邪神様の素晴らしさを骨の髄まで教えてやるぜ。暴れるのはいいが、人中力のことを忘れるんじゃないぞ。おっと、そうだったそうだった。まずはそいつをぶっ潰さないとな。デイダラの話だとなかなかの強さらしい。油断する。気にしすぎなんじゃねえの。つか俺に勝てるやつなんているわけねえし。その油断がいつか命取りになる。また言うのかよそれ。とにかく油断はするな。人中力以外にも木の葉の忍びはなかなかの粒ぞろいなのだからな。ゾクゾクするぜ。ヒドン。あ、そう何度も同じ手にかかるかよ。出てこいよ、そこにいるんだろうが。お前は。なんだなんだ、もしかして弔い合戦のつもりか。しかもたった一人で。バカじゃねえの。てめえなんかが勝てると思ってんのかよ。気をつけろヒダン、あいつ何か策がある。策だ、んなもん関係ねえよ。弱いもんがくたばる、どうあがいてもな。やってみろ。言われなくてもな、今すぐにやってやるよ。アズマ、見ていてくれ。邪神様、見ててくださいよ。どこか、そこだ。これでも使う。そこだ。これでも使う。そこだ。これでも使っていくのか。そこだ。そもそもこれでも使っていく。これでも使っていく。そこだ。そこだ。これでも使っと。これでも使っ。まずは作戦成功だぜ。てめえ。このガキや。
よし。何がよしだ。俺とカグズを切り離しただけじゃねえか。お前の相方は俺の仲間が相手をする。援護はだ。なもんいらねえよ。てめえなんぞ、俺一人で十分お釣りが出るんだよ。カカシ先生、ジョージ、イノ、もう片方は頼んだ。こいつは俺の命に変えても必ず倒す。俺と被弾をばらけさせた。あの小僧なかなかやる。そして俺の相手はお前たちが務めるわけか。そういうことだ。1対3。この判断は正しいぞ。何せこの俺は強いからね。この葉か。お前らの額当てを見ると、一番最初に戦った木の葉の忍びを思い出す。あの、初代火影をな。何？え、それじゃあ一体何歳なの、こいつ。お前たちに昔話を聞かせてやってもいいが、あいにくとそんな暇はなくてな。さっさと決めさせてもらう。二人とも気を抜くな。少しでも気を抜くとやられるぞ。はい。気を抜かずとも結果は変わらん。お前たちは今日ここで終わる。よし、すぐに鹿丸の応援に向かうぞ。はい。残念だが、そううまくはいかん。だが、ここまでやるとは思わなかった。さすがは木の葉の忍び。そんな、手応えはあったはずなのに、なんで普通に動けるの？本当の節か。いや、それは少々違うな。俺は5つの心臓をストックしていてね、それらを全て潰さぬ限り倒れんのだ。なぜそれを教えるか分かるか。これを教えたところでお前たちと俺の差は埋まらないから。いかんともしがたい圧倒的な力の差はな。こんなのどうすれば。このままでは。さて、
そろそろ刈り取らせてもらうぞ。貴様。だいぶ修行も終わりに近づいてきたな。もう一度やってみるってばよ。いや、そこまでにしておけ。え、ばあちゃん？どうしたのですか？わざわざこんなところにまで。うん、実はお前たちに任務を持ってきた。任務？しかし、僕たちの任務は代わりにさくらたちが。今回の任務はお前たち、特にナルト、お前が最も遂行できる可能性が高い。俺が？どういうことだってばよ。詳しく聞いてみる必要がありそうですね。え、じゃあ、鹿丸たちが暁のとこに？ああ、そこでお前たちには奴らの援護に回ってもらいたい。行けるか。ああ、任せといてくれ。暁は俺の真術でぶっ飛ばしてやる。よし、それでは今すぐ向かってくれ。事態は一刻を争う。はい。なかなかにしぶとい。強い。どうすればこんな奴に勝てるのよ。体が重い。シャリンガンを使いすぎた。久方ぶりに心躍る時間だった。だがそれも終わりだ。体が消えろ。そこまでだってばよ。こいつは…ナルト!いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。そうか。けど、まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。無駄に粘りやがる。でもまあ、お前はもう限界だろ。お
前一人でよくここまで戦ったな。一応褒めてやるぜ。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。あ？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよ、バーカ。いくらピーピー吠えようが、結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。これでも使っと、これでも使っと。影寄せの術、そこがてめえの墓穴だ。これでも使っと、これでも使っと。てめえの墓穴だ。あんたの敗因は俺を甘く見すぎたことだ。こんな前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるかお前でもわかるだろう。てめえ、人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな、俺たち一族だけが立ち入りを許されている。俺たち一族がずっとお前を見張っておく。ガガてめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなの怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。
よくやったな、しかも。ああ、俺の火の石、お前に託したぞ。じゃあな。渦巻きナルト、そうか、お前が九尾の人中竜。まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間が省けた。やってやる。ちょっと待ってよナルト、あんた一人じゃ危険すぎるって。そうだよ、ここはみんなでやろう。確かにな、この状況、今は5対1だ。危ない橋を渡る必要もない。赤井先生。ん？確かにチームワークは大切だ。でも今俺は、その危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。向こうへたどり着けなきゃ、俺はいつまで経ってもガキのままだ。その橋を外すようなことはしないでくれ。ヤマト、お前はどうだ？カカシ先輩はまだ見てないですよね。決まりだな。行け、ナルト。よし。一人か。俺も舐められたものか。修行の成果、見せてやる。貴様はここで終わりだ。やってやる。行くぞ。行くぞ。行くぞ。少々侮っていて。はっ！
よし、どれほどの術になったか試してみるぞ。よし、四代目。やったね、ナルト。ナルト、すごいじゃない。よくやった。封筒、螺旋手裏剣、攻撃回数が桁外れだ。あれはシャリンガンでも見切れない。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか、ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよ。なあサスケ。そろそろ世代交代の時代だな。よし、みんな解散だ。五代目には俺の方から報告しておくから、各自体を休めてくれ。おっす。ねえねえ、しかまる、この後ご飯でも食べに行かない？ねえ、悪い長次、俺ちょっと用事があってよ、先行くわ。じゃあな。
こんなとこにいたんすね。つか、出歩いてていいんですか。鹿丸。どうしたんすか。うん。ただ、ちょっとね。将棋の相手がいなくなったわね。あなたはアスマの一番のお気に入りだったから、寂しくなるでしょ。大切なことから、くだらないことまで、いろんなことを教えてくれたんすよ。俺、めんどくせえってダダこねてたから、ガキの頃、そのせいで失敗ばっかして。その度、アスマに守られてばっかで。それでかな、つかみどころのない変な先生だったけど、俺にとっちゃ、むちゃくちゃかっこいい大人だった。今度は俺の番っすよ。その子が生まれたら、今度は俺がその子を守る師ですから。かっこいい大人にならねえと。ありがとう。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。木の葉を担うこれからの子供たち、それが玉だろ、アスマ。俺の火の石、お前に託したぞ。ああ、しっかり受け取ったぜ。よう、ナルト。エロ仙人？どうだ、一杯。ってわけで、性質変化をものにできたんだってばよ。さすがわしの弟子、わしも腹が高いぞ。どうした？今回は、いろいろ考えることがあったってばよ。アスマたちのことか。うん。人を失うという悲しみはこの上なく辛く苦しい。つながりが深ければ深いほどその悲しみは深くなる。それは人である以上当然の感情だ。だがその悲しみを超えることができれば人はまた強くなる。今回の一件で鹿丸たちは大きな傷を負ったが、アスマの意志を引き継ぎ、新しい強さを手に入れた。そういうの、あんまりわかんねえってばよ。今はそれでいい。だが、いつの日にか、お前にもわかる日が来る。そうかな。わしは信じて、たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく、信じた道を突き進むことをな。え？いきなり何の話をしてんだ？わしはいつでもお前を信じておるからな。はあ？どうしたんだよ、エロ仙人。さて、どっちがラーメンを早食いできるか競争でもするかの。負けた方がここのお代の支払いだ。あと、いきなりずるいってばよ。相手を油断させてことを有利に運ぶ。これも立派な策の一つよ。ジクシュン、そういうことだったんだな。負けるか。